まあこれはあの名阪国道を走ってるんですけども、大雪であの大寒波が来てるわけですよ。で、名阪国道、まあ僕はもう普段からしょっちゅう走ってますけど、こういう状況って初めてですね。7時から、通行止めになってるんですよ、もう。で、今7時18分なんですけど、7時までに進入してたから多分僕今走れてるんでしょうね、これ。とにかくね、ちょっとめっちゃ気をつけて走らないと。非常に危険な状態です、これは。上の伊賀上野の市街を走ってる感じなんですけど、もうすごい雪で、もうみんなもかなり警戒して左ばっかりもゆっくり走ってありますね。僕はそんなんついていきませんけど、とにかくここの場所でこんなことになるっていうのは僕も初めてですね。今もだいぶ来て、奈良県もう目の前、山添なんですけど、ついに車が止まってしまいました。どうしたんでしょうね。路肩に雪とか見てくださいよ。これ、例えば全国の方が例えば見られた時に、だからどうしたんって思うかもしれませんけど、関西の人間からしますと、こんなことになるっていうのは、これ今車マイナス3度ですよ今。これは異常事態です。大阪ならでこういうことになるってことはまあないですわ。何が起こったんでしょうねこれ前。突然止まったんでしょうねこれね。これ今僕大阪向いてるんですけど、7時に通行止めになってるんで、もう7時38分でしょ。おー、こっち行き名古屋行きの車1台も来ないですよ今。来たこれパトカーですよ。パトカー来ました。ほらもう一般の車はもう入れないから誰も走ってこないんですよ。路肩の雪こんな。で車は相変わらず止まっております。どうしたんでしょうね。車が止まってから30分ぐらい経つんですけど、ほぼ場所変わってません。なんで止まってるかが分かんないですよね。なんなんでしょうね。車が止まってから1時間ぐらい経ってます。まあたまに動くのでちょっとずつ前行ってるんですけど、 100m もちょいぐらいですかね。これたまだ全然山沿いにおります。1時間どうなるでしょうか。今1時間半ぐらい経ちました。ほとんど動いておりません。これどうなるんですかね。どんどん降ってきてフロントガラスも
詰まってる状態ですね。こんな感じ、動いても、今ちょっと動いたんですけど、こんな感じ。前のわだちももう結構積もってんな、3センチは積もってんな。これで終わり。こんな感じ。これがずっと1時間半続いてると。で、これ動くのももう相当動かないですという状態です。強くなってきました。2時間ほど経ったんですけど、全然動いてなくて、で、なんか歩いてる人とか警察の人が今たまたま来たんですけど、その前の坂を登りきらへんトラックがいてるらしいんですよ。で、それを動かないことには僕ら動けないっぽいんですよね。ということです。22時になりました。もうかれこれ2時間半ですか、ほぼ もうちょっと3時間になるんですけど、じっとしてるのでガソリンも減ってきたし、ちょっとやばいのでエンジン切りました。で、見てみたら他の車も真っ暗になった車あるんで、もうエンジン切ってる人多いんですよね。とにかくね、そこにパトカーいるんですけど、もう全然動かない状態。雪はガンガン降ってきてます。まだまだ。ね、ということで、もうエンジン切って、どうなるのか、という状況です。除雪車が来ましたね、今。今頃。3時間ほど経って。なんてええねん。現在22時31分動かなくなって3時間が経ちました。全く動いておりません。さっき除雪車がなぜか向こう行ったので、もうそれで今作業やってるんでしょうけど、除雪車今度遅すぎで、ずっと待ってる状態です。11時になりました。3時間半全然動いてません。前の車もエンジン切ってます。これね、エンジン切ってるんですけど、これ、ね、フロントガラス凍ってくるんですよね。これもしこれいつ動くかわからんので不安とかですよ。取りながら、いつ車が動いてもいいようにしとかないと困るじゃないですか。ずっと待ってるんですけど、今日付が変わりました。どうなんですかね、これ。朝まで行くんですかね、これ。とりあえずね、窓ガラスがもうすぐ凍るんで、たまにこれで氷バリバリやりながらやってるんですけど、まあ、日付が変わったということで、全く車動いてないし、動く気配すらないですね。どうなるんでしょうか。今2時53分なんですけど、突如として多分除雪作業が終わったのでって感じで動かしてもらいました。ちょっと時間かかりすぎやろうと思う。バキバキに凍って、車の温度がマイナス6度っていうところまで行ってます。もう朝の3時ですね。2時58分、突然動き出したんですけれど、また止まってます。確かに道はちょっと除雪してあるんですよね。で、スタッドレスが僕聞かれたんですけど、スタッドレスですということで、ただいけると思いますって感じで、
貸してはもらったんですけども、また止まりましたが、どうなるでしょうね。ガソリンが今真ん中半分ちょっと減ったぐらいなんで、あんまりゆっくりはしたくないんですけども、人力でこれやったらそれかからんな時間な。3時半にやっと動き出しました。除雪してくれてるらしいですけど、どの程度凍ってたら行けて、どの程度凍ってたら行かれへんのかっていうのも分からへんので、難しいところですけどね。まあ行ってみます。朝の5時41分、やっと大阪市内に入ってきました。なんとか帰ってくることができましたね。もうやばかったんですけどね、針で下ろされた後もうすんごい大変だったんですけども、帰ってくれました。朝にはすごいことができました。まだ明るくなる前には家につけるんじゃないでしょうか。ということで、皆さんも大寒波が来るときには気をつけてお出かけなさってください。ありがとうございました。